信を持つ子は伸びます。褒めて伸ばす、自己否定はいけません。子どもの自己肯定感を高めてあげる、自分に自信を持つ、自信を持つ、持たせることはとっても大切だと思っております。子どもの疑問や好奇心、何でも調べようという気持ちのある子はどんどん伸びます。先生も未熟だと思って毎日毎日少しずつ練習を重ねておりますが、誰でも完璧ではありません。無理をしないでできることをコツコツと、やがて大きな成果が出ます。それではまた。明日も僕で大活躍だぞ。明日も楽しみにしていてね。ねえ、落書き小僧にお絵描き小僧、看板小僧、明日は誰が来るかな。明日はきっとメルちゃんよね。そうだそうだ、まったくだ。明日はメルちゃん遊びに来てね。